エネルギーナビゲーターを畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今日は4月2日から8日までのジェネラルリーディングで A のカードを引かれた方へのメッセージです。はい、皆さんこんにちは。畑晴美です。A のカードですね。アズライトのカードです。インサイトのカードですね。確か今日これが初めてじゃないかな。アズライト。アズライトはこの石ですね。この非常に綺麗なブルーの石がアズライトですね。これは確かコンゴかどっかから来た石ですけど。はい。で、アズライトというのはですね、インサイトって書いてありますけど、本当に、なんて言うんだろう。エジプトなんかでも非常にこう、昔から使われていた、こう、イントゥイッションというかね、こう、第三の目の第六チャクラですかね。それをこう、開いてくれるエネルギーを持っているんですね。で、このカード引かれてきてる方っていうのは、ここにほら、ラーの目が出てますよね。だから、やっぱりね、今、その、物事の表面だけ見るのではなくてね、やっぱり内側に向かって、実際の目を閉じてですね、瞑想がすごい大事だと思います。そういった中で、こう直感力の内側に向かっていくときに、初めてこう見えてくる何かこう表面では見えないようなものが今見えてきてる時ですよというメッセージだと思うんですね。うん。だから多分いろんなことが起こってることの中でパッと見ただけでは見えないような表面ではそうわからないようなことがいろんなことが動いていることがこうだんだんそうやって内側と向かってですね自分の中のそういう直感力とか自分の中の内側にあるハイヤーセルフみたいなものとつながっていく中でハッとひらめいてですねあこうだなということが分かってくるような時だと思うんですね。で実際私もね今本当に何が幸せかっていうとこう仕事をいわゆる勤め人じゃなくなってから自分の時間を自由に使えるので瞑想する時間をすごい取っているんですね。で本当にこの月食までの間もちょっと第三の目のあたりがもうなんかすごかったんですけどエネルギー変わってまた変わってるんですよね。だから今日私がこの A のカード引いてるのもああそうなんだなと思うんですけどやっぱりねこのカードを引かれた方はそういうご自分の中のそのインテュイッションが自分をガイドしてくれてるんだっていうこと。ジャーニーのカードがありますよね。ソーダライト。あれもブルーの石でしたよね。やはり、そういったことが今すごく大切で、このカード引かれた方はですね、ぜひ、そういったところをしっかりと取り組まれることで、多分非常にサイキックなエネルギーとかもね、なんていうか強めてくれる石なんですよね。うん、もしアズライトをお持ちでしたらちょっとアズライトを持ってですね瞑想なさるっていうこともいいかもしれませんね。はい。アファメーションですね。 I'm guided to perceive the true nature of reality。 私は真実のリアリティの本当の姿本当のあるべき姿とある姿をですねちゃんと知覚することができるように今導かれていますというのがアファメーションですけどぜひ、こういった作業をしながらですね瞑想しながら自分の中のイントゥイッションと向き合ってみてください。はい、私も楽しみにして1週間過ごしてみたいと思います。ご清聴ありがとうございました。